軍服では、軍服、またはそれをイメージした服が芸能人のステージ衣装に用いられる現象についてもべる。軍服は、本来の用途以外に、その装飾性と機能性を兼ね備えたデザイン、男性的な力強さに通じるイメージ等の理由から、歌手など芸能人のステージ衣装にしばしば取り入れられてきた。また、工述する鶴田浩二やエルビス・プレスリーのように、 過去に兵役についていたという本人の経歴が芸能活動、ひいてはステージ衣装に影響を与えた例もある。他方、軍服は戦争や国家権力のイメージと結びつき、また権威、組織、統制、規律、服従といった事柄を連想させるため、サブカルチャー的な立場からパロディや風刺の意図を込めて用いられることも多い。特に最近は、 コスプレ文化とも密接に関連しているものと思われる。実際に軍服として作られた服をそのまま、あるいは一部を改造して用いる場合と、軍服に似たデザインのステージ衣装をオリジナルで作成する場合がある。両者を総称して、ミリタリールックとも呼ぶ。職業軍人が職務の一環として音楽、芸能活動を行っている例。芸能人が戦場や基地を慰問した例。 軍服に期限を持つが派生したことになる用途の服を着ている例は除く。ありがとうございます。